4番の及川も失礼しました。8対1、7点差ありますが、まずは次の1点が欲しい一関学院。5番の鈴木、バットは相変わらず長めに持って真っ向勝負です。157キロになりました。直球高めで押してきたストレート、ここまで70球を超えてきている球数の大谷です。一塁ランナーはスタートを切っていた。キャッチャーは投げるふりをして三塁牽制しましたが、どこにも投げず二塁三塁。まあ、大谷君がですね、一塁ランナーちょっと無警戒だっただけですよね、はい、バッターしか見ていないというような感じでしたね、はい。まあ、ここで鈴木がうまく軽打でつなぐことができればランナー2人帰ってくるという場面でもあります。そうですね、まあ、2点と欲張らなくてもまず三塁ランナーですよね、はい、まずその1点、間を抜くことですね、はい、きちっと自分のバッティング、触れるような感じにすればいいですけどね。2年ぶりの準決勝へ姿を現した一関学院、夢の甲子園まであと2つというところまで来ていますが、ちょっと低め思い切って投げ込んでいきました。いいボールですけどね、はい、7回目の夏の甲子園向けてあと2つところまで来たという両チーム、6回まで来て8対1。ここは一関学院1点をなんとかもぎ取りたい6回の表です。ピッチャー対ピッチャー、見送った。159キロ、この表情です。ちょっとはにかんだような笑顔ですが、159キロの表示。佐々木監督も少し口角が上がったようにも見えました。まあ、スピード自体でそれほど驚きたくはないんですが、高校3年生の投げる球でしょうか。そうですね、もう本当に非常にいいボールですしね、素晴らしいピッチャーだと思いますよね。バッターの鈴木も159キロを膝元に投げ込まれて、次の投球に対して集中力を切らさずにいけるか。ツーアウトではありますが、3ボール1ストライク、追い詰めているとは言っていいのは一関学院でしょう。この回は1点が欲しいところ。ストレート押し、空振り。2アウトフルカウントです。三塁側大応援の一関学院、160キロだ。見逃しの三振、手が出ない。絶好の反撃のチャンス、160キロのストレートの前に散りました。一関学院二塁ランナー三塁ランナー残塁です。花巻東の大谷、ここまでの投球見事。田中さん、今の投球フルカウントからの6球目。そうですね、今の球全部ですね、ストレートでいってるんですよね、はい、鈴木君に対してですね、徐々に球速も上がり、最後160キロというのを、初めて見ましたけども、はい、素晴らしいピッチャーだと思います。